この妄想を男女逆転でやるわけです。え、私が男の子をやります。うん、コウキさんが女の子をやります。それはどこに需要があるんだ男性客多いっすさ今日。需要ありますよね。ねえ、俺夜長さんとかじゃないからさ男の子的なのできないよ。でもコウキさんさっき何でもできるっておっしゃったじゃないですか。言っちゃったよ。言っちゃいましたよ。もう適当に言うもんじゃないな発言というのは。まあいいでしょう。はい、なのでちょっとソフトに攻めてみたいと思います。俺結構2丁目に近づいていくけどいい？あ、大丈夫です。そういう女の子でもいい？大丈夫です。一番可愛いやつお願いします。わかった、行くぞ。申します。今日の遊園地楽しかったな。楽しかった、超楽しかった日も暮れてきたしちょっと寒くなってきたな。寒い、俺が温めてやろうか。大丈夫。あ、今日じゃないのかな。でもちょっと隣行っていいか。どうしようかな。座らせろよ。ねえ、ねえ、どうすん。きついんだけど、私ほら100キロ超えてるじゃないお前いつの間にそんなに太ったんだよ。いつの間に観覧車傾いてるし。あ、やべえな、これ落ちるんじゃねえか。危ないよ。でも、お前の重さは愛の重さだ。 ありがとう。俺の膝の上に乗るか。いいの。お、来いよ。あー、ほげー今？今ですか？ほげー。